待って。それでは長友選手です。90分タフなゲーム戦い抜きました。今のお気持ち、率直なお気持ちを聞かせてください。まあ、自分たちまずは目標だった決勝トーナメントに進むというところで、まずは目標を達成できて嬉しく思います。はい、実際にゲームの始まらせ方、そして終わらせ方、重要だったと思いますが、このあたりはいかがでしょうか。そうですね、まあ結果的に最後の試合負けてしまいましたけど、ただ目標はまずは決勝トーナメント行くということだったんで、チーム一丸となって最後まで戦って、最終的に進出できてよかったと思いますけど。アディショナルタイムというのはご自身にとって長かった、短かった、どんな感じでしょう。まあ、なかなかちょっと難しい状況で、なかなかサポーターの皆さんももしかしたら、ちょっと難しい、見苦しいじゃないですけど、試合になったかもしれないですけど、最終的にでも僕たちの目標はやっぱり前に進むというところだったので、それが達成できてとにかくほっとします。はい、決勝トーナメント、サポーターも共に戦います。メッセージお願いします。もう次の相手ももちろん、世界の強豪で、もちろん僕たちよりも強いというのは間違いないんで、とにかく一致団結して、日本らしいサッカー、泥臭く戦いたいと思います。ありがとうございました。はい。